見た感じこの付近の盗賊は絶滅したかな。領主さんは私のことを危険視しているみたい。まあ魔物だもんね。奥さんの方は私に好意的な感じがするけどね。どうもこの町で信仰されている女神教なる宗教では、クモは神聖な生き物で、女神様の御使いたる神獣様がいたみたいだ。そういえばどこぞの魔王様に古の神獣とかなんとかいう称号があったような気が。確かに私ってば魔王の親戚だけど、どっちかっていうと今は魔王の敵だしな。ということは女神教的に言うと現在進行形でものすごく罰当たり。これ以上は考えないようにしておこう。え、誰か来る。神獣様、どうかどうか我が子をお助けください。助けてって、私神獣様じゃないし、人違いならぬ雲違いだし、まあやるだけやってみるか。肝臓がんってこんなに小さいのに。貧しかったのかな。食いぶちに困って変なもの食べちゃったとか。はあ、母親の方もボロボロだな。お願いします。まあ暇だし直してあげよう。ふっふっふ、感謝するのだ。そしてこれに懲りたら、規則正しい生活とバランスが取れた食事をするのだぞよ。へ、俺やったー。いいこともするもんだな。ありがとうございます。